何ポカリ。おお、すげえ。こんにちは。こんにちは。やってまいりました。まずね、オープニング。レッツゴー。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。吸収しすぎすぎだろ。なんで酔っ払ってるからね、俺どっちかって。いや、せいちゃん今日二日酔いらしいんで。いや、二日酔いとか二日酔いにも慣れてない。酔っ払ってるよ、まだまだ酔っ払ってるらしいよ、ほんとに。ね、こんにちは。こんにちは。なんと乾杯しようと思って、僕ポカリセット買ったら、つばっちにストロングとポカリセットで割って飲まされるっていうね。したらびっくりしすぎた。びっくりして、二日酔いしてるって言うと、吸収率上がるからね、これね、ポカリ。マジで。よし。じゃあ、やばい。今日ね、15分前にお風呂上がったばっか。かっこよくない？なんか、このバッグ。ごめん、つばっち。俺主役だわ。あいちゃん、ほら。ほら、見て。俺。しかもなんかちょっと髪型ホストっぽいしな、ほら。ほら見て、後ろ、ほらこれね、すごくない？これね、何？ちょっと汗かいてきた。熱い。すごくない？しかもファンタジーのロゴまで入ってるし、すごいわ。じゃあ一回ね、乾杯しようか。お茶おかしいからね、乾杯。お茶。あ、熱い。お風呂上がり熱いね。タクシーの道間違えたっすね。間に合ったよね。そう、タクシー反対方向行ったから。タクシーが間違ったよね。タクシー。しかもセクシーじゃない、タクシー。セクシー。つばっちセクシー。そう。今日ね、せっちゃん、ちょっと裸でなくよ。やだよ。誰も見たくねえね。せっちゃん裸、そう、きっちりね、今日ね、終わるから。ごめんけど、もうダイエット企画はもう終わる。終わらない、じゃあ今日測って。終わる。今日で終わる。あ、でもちゃんと自分も昨日そば食べちゃってダメだよ、酔っ払って。そばはいいんだ。むくんでんだよ。そばはいいんだよ。しかもすっごい辛いそば食べさせられてさ。むくんでんじゃなくて太ってんだよ、お前。絶対増えてるよ、悪いけど。だって 67.9 でしょ。絶対増えてるよ。やだよ、もう。知らんがな。もうやめる。知らんがな。もうダイエット企画もやめて、次の企画行こう。お前人生のダイエット企画ずっとやめ続けてる男なんだからいいだろ。はい、スタート、はい。え？つばち、見て。67.2キロ。ほら来た。終わったぜ。はい、やめます。はい。いや本当あれだよね。無理だね。64とか言ってたけど無理だわ。まあ今日たら裸になるから。やめて。あ、あれしようよ。CM 結局開けたら僕なんか適当になんか歌ってそれで歌う CM 開けた瞬間に歌始まって裸で見てる人。ああ、自然な感じね。そう、自然な感じ。なるほど。そういう感じしよう。いや、見たいの逆に、裸で。いや、裸で見てるって面白いでしょ。見たいし、見るのやめた方がいいと思うけどね。じゃあ待って、ただ、裸でも、どうなの？不自然。不自然なの？不自然？不自然すぎる。何が不自然なの？裸で見てるの？そうだよ。面白いじゃん。そう、歌う、それは言ったもん。歌うし、なんだっけ、踊るじゃなくてなんだっけ。脱ぐ。面白いでしょ。ちょっとすごいな。それは面白いじゃん。67.2。笑っちゃうけど。あ、すごい。あ、もう67.2キロって更新されてる。すごいよね、でも。でも確かにせっちゃん痩せたってみんなに言われるよ。感動するわ。ちょっと自分で泣けるわ。スタート時点がだって73とかだったんでしょ、多分。だから痩せたよ。ね。よくやったなって俺自分で褒めたい。でもさ、これ絶対さ、やれと一回ってなんかさ、こう惰性みたいな感じでさ、こういけるけど、やっぱ性格的なさ、メンタル面じゃん、痩せ続けるってちゃんと普通にいられるって。まあね。それ甘えん坊だからダメじゃないの？だからちょっと痩せてさ、なんかさ、こうなんかちょっとさ、結果につながったら、成果につながったらさ、今日画像悪いの？続けられるんだよね。ぼやんってなってる。え、そうでしょ？本当？なってなくない？別に。俺全然いいよ。俺寝ぼけてるけど。俺二日酔いだし、酔ってるしね、まだ。寝ぼけてるやつと、寝ぼけてるやつと、今、いや、疲れてからもう今現在酔ってる。うん。いやー、こんなね。ちょっと、なんか待って。発声練習しとかないと寝ぼけてるから。はぁ！いける。そう、桜満開について。うん。そうだね、もう春よ。うん。ちょ、今日あ、今日分かって、なんかさ、こう、コメント拾ってこいよ。なんかいつも、なんかあんま拾わないみたいな感じになってるけど、ちょっと拾おう。今日何かあるのない。WW 笑ってる。拾って。拾いすぎや。拾いすぎだよ。拾おう。全部拾ってったら大変なことになる。拾おう。あ、拾おうね。おしゃれなとこね。拾おうね。行ったことないけどね。乃木坂とかもあるでしょ。だとしたら拾っていいやつなくなっちゃった。なんかそう拾えなくなってきた。拾おうとしすぎて逆に誰も打ち込まなくなっちゃった。なんか逆に困っちゃう。そんな意識されたコメントがね。彼氏はまたこういう質問来たよ。彼氏が偉いんですけども、そういうなんか絶対突っ込んだらダメなの。そういう人突っ込んだらなんかおかしいよ絶対。なんでだろうね。彼氏がエロいって前回もあったよ。エロいんですがどうしたらいいですかっていう。なんか面白いんだけど、そういうの拾ってもなんか意味不明な会話になるっていうか、空気読めないから絶対拾わないね。つけてくれないとかね。まだ夕方だから時間考えないとね。17時だからまだ。多分それじゃベロベロだったらそっちだけ頼むけどね。ベロベロだったらそっちの方ばっかりっていうのは。オッケー。なんかこういう時に限ってなんかこう拾う感じなくなっちゃったよ。そう。昨日ちょっと俺飲む。昨日ね酔っ払って裸で飲み屋さんに入っちゃったんですよ。裸で。サパわかるかな。うちのサパあるんですけど、そこに裸でね、僕ね酔っ払って乗り込んじゃって追い出されたっていうね。で店で帰って店でも暴れてたっていう。そしたらテーブルをこう持ち上げてちょっと筋肉自慢したかったんだろうね。したらあまりにも重くて倒れて鼻ぶつけて鼻血出たっていう。バカだね。バカでしょ。もう鼻切れてるからね見えないけどね。鼻切れてる鼻曲がったよね。セクシーでこれ風呂入ったばっか。風呂上がったばっか。風呂上がり。っていうかでも裸で自分よく面白いのは裸でポストにね家を出てエレベーターを降りてってポストの郵便だけ取って上がるっていうのを人に合うか合わないかドキドキ感を感じながらパンツ一丁だけでね本当に。全部裸でパンツ一丁だけで降りていって取りに行くってことをよくやってるんだけど、そっちだ。そう恥ずかしい。でももしあった時に変態だと思われるから一応犬を抱っこしてエレベーターに乗ってポストに取りに行くこれ本当にでも10回中2回しか人に会ってないから別にいいんだけどあんま会わないよね。でも会ったらマジでパンツ一丁で犬抱えてる自分と会った瞬間の人マジでもうね気まずそう。マジで気まずそうにいるしてるからちょっとそういう時ウケる。なんか犬かわいそうだね。犬かわいそうね。桃太郎ね。そうだからちょっとでも会った瞬間でちょっとやっぱりスリリングでいいんだよね。そういうスリリングもはやスリリングっていうかもはやもうそれ失敗してるよね。会わなきゃいいんだけどね。会ったらもうダメだね。確かに。意外なスリルを味わってらっしゃるっていう。いや性癖っていうか着替えの面倒くさいし。でもだから服着る前に犬が隣で犬持ってけばいいんだ。違うよな。でもさなんかさ家とかにさ届け物とか来る時あるじゃん郵便みたいな。そういう時さ裸で出る。そうだよ。パンツ一丁とかで出れるでしょ。出れるし男の人だけどルカも出れるし。俺ダメなんだよね。俺なんか嫌なんだよそういうの。なんか絶対裸でいても来てからじゃないと出れないよ。デブだからね。ピザ屋さん来てもデブだからね。まあデブとかじゃないけどなんか嫌なんだよね。そうなの。一つ様にでも多分相手の方がもっと嫌だよ。そうだよね。相手のがもっとやだよ。なんかね、そう。でもなんかさ、せっちゃん昔さ、うちらさ2人でさ、裸でさ、コンビニにさ、シャツ借りなかったっけ？シャツじゃないよ。なんだっけあれ。なんか映像作ろうってなって、ショートムービー作ろうとなって、ラブホテルがあって、その滝に俺が打たれるっていうね。で、裸になって、それはもうびしょびしょだからパンツもね、濡れてるから。パンツ一丁でパンツを買いに行くっていうね。裸でパンツじゃないよ。パンツ買いに行った俺。そうパンツびしょびしょになっちゃったから。犯人さんにカメラ見られてんのいいよ別に。そうピースとかするもんだからこう。で一番安いパンツどれですかって店員さんに絡んでね。そうあった、そんなこともあったよ。しかもあのコンビニでパンツ買って裸だよ。裸でパンツ一丁でパンツを買ってでお会計の時にあのバーコードピッてやるところの店員さんの前でこの乳首に打ってくださいってこうやってやったらせっちゃん本当に。いやいや僕じゃなくてスパッチアホすぎるって。いやこっちだよこっち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 。自分もやったことあるけどこっちでそれはこっちの話だ。いや面白いよ面白い面白いよマジで。あと一回せっちゃんもね捕まったしね警察に。あった捕まった。裸で自転車乗ってたら捕まったの。そうだから多分真冬に裸で自転車だったら捕まったんだなバースデーの日。さっきシュランってなってたけど俺結構やばいわ最近シュランだと思うマジで。なんだろうどうにかしてるよだって。どう考えてもどうにかしてるよ。昨日もだから喧嘩しちゃったしね従業員と。お前俺殺すってずっと言ってたらしくてお前殺すよって言ったらじゃあ分かりましたよ明日殺さなかったら僕殺しますからねって言われてさ今日あったら俺殺されちゃうわ。なんでやねん。なんか変な感じになっちゃった。明日殺すから殺さないから僕明日殺しますねって。今多分これなんか俺なんか耳がおかしくなったのか今。嘘やべえな酔っ払ってるからな。誰と喧嘩したの。誰と喧嘩したの。ルカとシュウルカとシュウと喧嘩したの。そう2人相手に喧嘩してるってねやばいよね、本当にもう酒癖だから今日本当に直したいなと思って、でも酒癖は治んないと思うの。でもベロベロだったらもうせっちゃん帰った方がいいよ。いや本当にいやなんかね構ってほしいんだよね酔ってる時こそ。そうせっちゃんなんかそう一回マジでベロベロすぎてやばいからもうこれマジやばいと思ってお前マジ帰れよって言って、営業途中ないけどまあミーティング終わったすぐぐらいに返したことあって30分後戻ってきたからまだ戻りたいのよね。なんかわかんない寂しくて戻ってきたからなんかわかんないけどもう戻ってなんか昔もひどいのがなんか怒りながらしかもお前らもういいわじゃあ俺もう帰るから知らねえからなって帰ってまた戻ってきたからな何食わぬかアホでやばいよねアホでしょなんか家みたいになってんのやばいやばいやばいわ。なんだろうね知らんみたいなそのエピソードつばっちないでしょ別に。俺だってつばっちに俺結構自分自ら酔ったからじゃなくて普通におもろいからいろんなことやるもん別に俺酔ってなくても。俺つばっちにご飯屋さんに置いてかれたからね。いや違う置いてかれたんじゃないの前大戸屋行った時でしょ。そう大戸屋定食屋さんに昔ね何年か前に行った時ね大戸屋行った時にまあ桜通りの入り口の松屋の地下1階にある大戸屋に行ってでまあ2時ぐらいかなに行って3時ぐらいご飯食べ終わってまあその時一緒に住んでたからまあ帰ろうって言ったら俺ここにちょっと休憩していくわみたいな。言った覚えないんだけどね俺営業とかしなきゃいけないしお客さんもいねえのに言ってねでまあじゃあ分かったって俺じゃあ家先帰ってるわって言ってまあ帰ってこなかったの。どうなったのなんでどうしたんって言っていや違うんだよねって起きたらもう昼過ぎで桜通りに俺寝てたのよねって言ってどういうことみたいな。だからよう店員さん店に寝ちゃって多分追い出されたよね。そう5時過ぎまで寝ちゃって桜通りに放り投げられてあいくんはてになんか通りすがりの人にジャケットとか取られて裸で寝てたんだよねっつって財布とジャケットなくて裸でそのまま桜通りに寝てた。マジ本当にすごいでしょ。でもねなんだかんだ俺そういうこと多いけど昔は今ないけど昔はよく外とかで寝てたのけど、なんだかんだ生きてるよね。生きてるな。だって歌舞伎町って街でさ、裸に寝てたらさ、なんかやばいじゃん。すごい、しかも、いつなんで起きたのって言ったら、いや、雨降って寒いなと思って、つって雨降ってきて、雨降ってきてやっと起きたっつって。いや、やばいな。怖いよね、考えたら怖いよ。いや、怖いじゃなくて、お前が怖いよね。俺が怖いか。お前が怖いわ、逆に。いや、すごいよね。だから、だからどんな環境でも生きていける気がする。確かにね、無人島とかなんかやばいとこ行っても多分生きていける。俺今夢がちょっとあってさ。夢あるの？なんか夢って言ったらなんか目標より夢って結構でかい感じ。マジで夢あるんだけど。何何？世界一周しようかなと思ってる。前ガチで。やっぱ生きてる間に海外世界一周したいなってマジで思ってて今。なんで？しかも結構安く行けるじゃん。あなんかあるよね90なんか見るじゃん99万円ですみたいな。なんかあるよね。でも2、3年かかるんだよね帰ってくるまでに。ああなんかあれでしょなんかそれぞれ滞在時間があってまあそうだよねなんかね見たのそう行こうかなみたいな本当に思ってて僕もね行こうと思ったのそれ。したらよく見たら確かにボランティアってなんかその各地で何かそういう行動しなきゃいけませんみたいな書いてあったから、そういうことかみたいな。 CM。 あ、そっか。 CM どうぞ。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円。簡単だな。簡単だろ。ツバチの言い合いになんなきゃいけない。違う違う、お前もう脱ぐっつってたじゃない。だってずっと俺ダメだ。ちょっと早くして。俺一回脱いだことあるの。したらせっちゃん服着てってなったの。だって痩せてるってなってるでしょ今。ダメだろね。だって痩せたんだもん。でも今ちょっとダメだ。じゃあこうしよう。分かった。ふざけんな。あ、じゃあもうこれでいいじゃん。パーセント取って、50% を脱いだの見たいみたいなの見たら喧嘩は大丈夫。こういうのいつもやってるから大丈夫別に。そんないつもそういうのしかやってる。もうやだよもう俺。じゃあ 50% を超えてたら脱ぎたいの見たい見たくないでできますよね。もうやだ。じゃあせっちゃんのお願いします。やだお願いします。でも見たくないが見たくないにして 50% を下回ったら。でなんでだよ。もうやんない。ああ、見たくないが 50% を下回ったらやらない。いやもうマジで無理無理。俺最近だっておかしいんだ。肌も全部いかれてるし。てっちゃんずっと営業中ずっと体かいとか書いてるから。最近もう肝臓がおかしいのか。俺も暑いからちょっとタンクトップになるわ。ちょっとタンクトップ内装悪いんか。俺のないタンクトップ暑いんだもん。タンクトップになる。いやマジでやだ。暑い。違う、だから風呂上がりでなんかしかも酒飲んだら見たくない。冬じゃないよもう絶対 50% とかやめてよ。本当にお願いします。おい見たいって。俺見たいって結構見たいじゃん。結構見たいじゃんみたいな。おかしいだろ。結構見たいじゃん。もうやだマジ。もういいよしょうがねえな。結構見たいじゃん。しかも結構見たい。肌荒れてんだよね。そう水ぼうそうばっかり。チケット真っ黒じゃん。あー面白い。黒いからやだ。ちょっと待って。じゃあ待って、俺ちゃんと歌うからその間普通に裸でずっと見てて。その間ちゃんと見てて俺。じゃあ分かった。これ脱ぐとねおかしいことになるから。あでもこうやるとさ。じゃあ脱いでもいい。ポッパイじゃないの。ポッパイってなんだよポッパイって。じゃポッパイじゃなくてもう早くして。黒ってほらもうみんなにクレームくるのやめてって。ちょっとおいああバカじゃないの本当に。夕方から悪いわ。俺寝ぼけてるんだよ。寝ぼけてそれやばいって。ちょっとポカリ肌荒れてんの。ちょっと本当に赤いんだよね。ごめんね。お見苦しいけど。で俺何これ見てよっつの。この裸から見てんの。俺ちょっとちゃんと歌う。やばい。でも歌えんのかな。なんか夏だねっていう。まあね。おこれ歌うから。じゃあ見てるわ。これ歌うから。ちょっと外れてせっちゃんこの裸で一人で映ってる。どういうこと。じゃあまたが映ってんだよ。オッケー。おもろくないこれ。おもろくないこれ。じゃあどうしたらおもろくない。これおもろくないんだって。あ俺鎖骨出てるな。新しい風明るく見送るはずだったのにうまく笑えずに君を見ていた。その季節が悲しい歌で溢れないように、最後に何か君に伝えたくて、さよならに変わる言葉を僕は探してた。君の手を引くその役目が、君じゃない、僕だ、ボケ。そう思ってた、だけど今わかったんだ、僕ららも重ねた日々がほら導いてくれる。君が大人にその時間が降り積もる間に僕も変わってく。例えばそこにこんな流れば、二人はいつもどんな時も繋がってゆける。突然不意に鳴り響くベルの音、焦る僕ほどけるで離れてく君、途中で呼び止めて抱きしめたんだ。君が残りだって苦の声で守るよ。もっと近く見えたんだ。朝の光も涙も歌う声も、君が輝きをくれたんだ。抑えきれない想いをこの声に乗せて、遠く君の街へ届け。僕らはどこにいたとしても繋がってゆける。ポカリスエット濃いなと思ったんだけどさ、スパッチやったら今日入れたでしょ。今日入れてない。今日どうやんの。いやあったから。じゃあせっちゃんテンション上がってなんか変ななったよ。いやもう歌終わったから消えるから。でもやだこんな。いやでもグラビアのことがこういう気持ちない。頭がおかしすぎて、ポカリしか入れてないのにつばちいつ狂言ついたのって。いや入れたでしょ絶対。おかしいだろ。俺さっきその辺探ったから。お前グラビアのやつじゃないし。まずやめてよもう。まずお前グラビアじゃねえし。よしわし、今日見てくれた人はねすごいよ。もう脱がないからね今後一切。グラビアの気持ちやばいね。今後一切脱ぎません僕は。いつも飲ませるよ。もう脱がない。もう何言われようが脱がない。手で俺を酔わせたら脱ぐけどね。まあ今日2人脱ぐ酔ってたからさ。多分別になんかそんな楽しくないよ。前もおかしくなっちゃったほら。髪がほらもうつばっちのせいで今日一日ダメだ。もうこれからもうわ。でも俺だって俺なんかなんでだってもう風呂入ったばっかでなんか変な感じなんだよ。パーマかけてるから。でも逆にこうやってなんかさやったら変だって言われるよね。まっすぐ普通な感じだよねなんかね。これでいいよ。長っ。そう、おろすと若いの。だから嫌なの。そう若い。だから嫌だ。若いって言ってもね。だからちょっとくるってなってるし、なんかやってるのちょっと。若くないけどね、つばちね。うん。つばち若くないけどなんかお前のも若くねえだろ。俺でも1個しか分かんないからね、こう見えて。20年8と29。今年30だからね。すごいね。多分28とさ、29でやってるさ、番組ないんちゃう？番組はあるよ、別に。だけど、キンキキッズとかみんなあるよ。こういう中でやってて、ホストのみんながね、やっててさ、こんな年2人がやってるもんかね。でも頑張ってるからいいんだろ。ああ、なるほどね。常になんか何をしたからとかじゃなくて頑張り続けてるからいいんだろ。もう顔赤いし、なんか俺なんでつばちって色黒だよね。俺が赤いのかな。色黒。なんかつばち肌黒く見えない？黒いもん。俺赤いよね。それは直樹さんですですか？まあ直樹さんです別に。あの人は違うよ。っていうか別格。なんか別格とか別にそんななんか。うん、それじゃない。意識してるわけじゃないの。炎上するからやめて。炎上っていうか別に炎上っていうか、なんかあんまりなんかこう悪く人のこと誰も悪く言うつもりない。ただ普通に思うことを言ってて、逆にそうやって言われることが寂しいからな。そうなんかね、こうそうネガティブな感じがね、俺嫌いだから。基本的にもう全部嫌いだから、ネガティブな。そうやな。つばちがじゃあもう最後ね、そうだ、楽しく、そう、楽しくしていこう。なんかそうだ、なんかね、もうだからその企画も終わったから、もうダイエット企画は終わります。もう飽きた、俺も。まあ企画なんか考えて次やりますわ。ただ勘違いしてほしくないのが、ダイエットは辛いとかじゃなくて、もうやめるだけ。ダイエットは続けてる。基本的にたまに抜き打ちでやるから、それは抜き打ちで体重測って何キロなんでしょっていうのやるから、次の企画はね、また考えとこう。そうしよう。ただね、やっぱね、面白いやつ、おもろいやつ。そうだ、常にずっと企画じゃないけどやり続けることは前向きに楽しいやつだ。そう絶対そう。ねっていうことでね、次までね企画考えて、本当に考えて、次からね、もう次からも楽しみにやるんで、またねぜひ見てください。ありがとうね。せっちゃんはね、70、70じゃない、60、73から 67.2 キロ6キロ出ました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたのさっきまで伝え込んだ仮面をやめ、ガラクタに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なことを溺れた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を Hey yo everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイト2、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックラー！